皆さんごきげんよう。シライムです。シライムです。そうなんです。今回はこれだ。ドン。ヒプノシスマイクディビジョンラップバトルライムアニマプラスウエハース。はい、来ました。久々のウエハース開封動画でございます。こちらですね、まあ今現在放送中のですね、テレビアニメヒプノシスマイクディビジョンラップバトルライムアニマプラスというですね、ヒプマイのアニメの2期が放送しておりまして、それに伴ってですね、全国のローソンさんで、このヒプアニキャンペーンというのをね、開催しておりまして、このウエハースもローソン限定なんです。しかも一部の店舗でしか買えないやつだったりするんですよね。他にもいろんなキャンペーンやってまして、ローソンさんでね、マルチファイルだったりとか、グッズとか、まあいろいろね、やってるんだけど、これね、いや、苦労したよ。見つけるのに。今回こちらですね、ヒプマイウエハースなんですけれども、カードラインナップ、全24種類でございますね。はい、こちらですね。キャラクターカードは全18種類ですね。1人1種類ずつと、あとディビジョンカードが、6種類と、それぞれのディビジョン分ございまして、全24種類ということでね。もちろんですよ、私、シ・ライムはですね、アメブララムナくんのね、声をやっておりますから、この子です。かわいいですね、ラムちゃん。ラムちゃんが出るまで食べれます！とはいえ、20個もあるからね。あと最近すごく引きいいから、これ、出ちゃう。ですよね。ということで、開けて食べていこうと思います。で、今回は、このウエハースがね、個包装になってるんですよ。このヒプマイのやつは。個包装で、これ2本っていう感じだから、これちょっと余裕じゃないみたいな。余裕じゃないみたいな感覚で、ほら、ほら、1本がこのサイズ。このサイズ。この一口じゃん。おいしい。甘いな。ロチョウ、羊森ロチョウさんですね。はい。今回のこの2期からね、新たにこうアニメにも登場した大阪ディビジョンのメンバーですね。今回のそのアニメが、原作でいうところの、もうセカンドディビジョンラップを終わった後の話なんですよ。ということで、名古屋と大阪も、もう加わって、その名古屋と大阪も含めて、全ディビジョンでバトルして、で、まあ、結果ね、フリングポスト渋谷が優勝した後の話なんです。後の話なんです。だから、名古屋、大阪もしれっともうみんなに馴染んでるっていう状態で始まるんですよ。なんで、アニメだけ追ってる人にとっては、ちょっとその期間の出来事とかっていうのは、わかんないと思うんで、あんまりね。あれ？いきなり馴染んでるみたいな風に思う人もいるかもしれないんですけども、願わくばね、渋谷がボスでが優勝するところをアニメで見たかったなって思うわけですよ。まあ、一期はその、新宿がね、優勝するとこまでやってるわけですから。まあまあまあ、でもね、まあ、アニメはアニメでっていう、他には、まあなんか原作とは違うところのいろんな面というか、新しい面っていうのが逆に見えると思うんで、まあなんであえてその、セカンドディビジョンラップ終わった後の展開になってるんだと思いますよ。で、まあこのロショウ先生はですね、まあ、大阪で教師をしてるということで、そのなんか先生やってるところとか見たいですよね。ちょっとどういう立ち位置の先生なのかって気になりますね。まあまあいいでしょう。次、二つ目ですね。はい。君だ。二枚目は、君だ。ドン。あ！ゲンちゃん。ゲンタロウ。夢のゲンタロウポステのメンバーですね。裏がこういう、あれなんですよ。全体ショットになってますね。ポステは相変わらずポステしてますね。まあ、彼ららしいマイペースな感じがね。いいなって思いますよ。おい、食べやすいな。これ。さあ、続いて。3枚目。てでん。あー。どっぽー。サンノンザクドッポー。相変わらず忙しそうな顔してますけど、ひふみとね、まあ一緒に暮らしてるわけですが、早速市場でもそのね描写がありましたけれども、そういえばウエハースが調べられるんですよ。ウエハースの取り扱ってる店舗一覧みたいなのがあって、ホームページからエクトローソン、いや俺それ知らなくて、調べてそしたら、ウエハース取扱店舗みたいな。
調べられんのみたいな。はい、なんつそろそろ出てきてもいいんじゃないか。4箱目ですね。4袋目です。ドン、あ、ダイス、え、ポッセが集まってきているのだぞ。ということは嫌だよかね。ダイスね、相変わらず2期でもダイスはダイスしてますね。相変わらずダイスしてますね。いや、ポッセいいじゃん。うん、やばいですよ、これは。5袋目ダメよ、ドン。あー、サマトキどんどん丸くなるサマトキ。優しいやつですからね、言うて。横浜のジュートとリオにはタジタジなところが結構好きですね。妹さんのこととかいろいろありますから、ね、2期でどうなることやら、そろそろかな。あとディビジョンカードもまだ来てないね。ディビジョンカードも見てみたいな。6袋目、ドン。あー、アマヤドレイレイさんですね。うん、大阪ディビジョンのねメンバーですね。大阪ディビジョン2人目、どついたら本舗。この方はもうね、1期の最後にね、アニメの1期の最後に唯一大阪名古屋メンバーで1人だけこうチラチラッと出ましたよね。まあ中央区とのやっぱつながりがあるということで出てましたけれど、アマヤドレッサー1話でめちゃくちゃなことしてましたよね。ひったくりからさらに金をひったくってましたよ。なんか弱肉強食の強食強運ね、すごい、やっぱすごいやつだなっていう。出てました、日話にしてね。その辺も含めて治安悪いなと思って、なかなかやるじゃないか。うまい、ツインウェハースよ。なかなかやるではないか。7つ目だ、行こうと。あ、ディビジョンカードだ。ディビジョンカード来ました。横浜ですね、マットリが来る。ジュートにだけなぜかピンとかって、あ、かっこいい。よいしょ。あー、銃刀横浜率すごい高くなってきましたね。ディビジョンカードも含めて。でもかぶり今んとこないんだね。9枚目、そろそろ来てもいいんじゃないかな。いや、まだいけんだけどね、まだ全然いけんだけどね、そろそろ来てくれてもいいんじゃないかな。あー、ナムちゃん、じゃあやっだー、かわいい、かわいいですね。見て、臨戦態勢だから飴持ってる。彼のこのキャンディ飴がどういう意味を持つのかっていうのも、もしかしたら原作を終えてない人はわからないことなのかもしれないですね。それはぜひ原作のねドラマ CD とかを聞いていただいて、その上でやっぱアニメ見ていただくとまた違った視点で見れる部分はいっぱいあるんじゃないかなと思いますよね。9枚目にしてゲットです。ということで、ただまあ開けていきましょうか。喉も乾いてきた。そう、そんなあなたにはこちら、ドン、ヒプノシスマイクドリンク。まあこれもね、あのローソンさんで売ってるんですよ。ヒプノシスマイクのライム&レモン味、見てください。ライム&レモン味、普通ここレモン&ライムじゃないですか。ただヒプマイなんで、ラップなんで、ライム&レモンなんですね。うん、喉が渇いたところにこのライム&レモン、あ、爽やか、あ、美味しい、あ、いいですね。甘すぎない、酸味もやっぱ感じられますよ、レモン、ライム&レモンの相性抜群、このウエハースと。じゃあもうどんどん開けていきましょうかね。はい、あ、サブちゃん、おう、ラムダからのサブちゃんといえばですよ、この間のね、あの EP で出たアルバムの曲ね、2人で歌ってますからね。じゃあもうこの2人の曲ね、め
ちゃくちゃポップで可愛い感じになってますんでね、ぜひぜひ聞いていただきたい。まだ聞いてないという方はね、聞いていただきたいですね。まあ1話で早速絡みがありましたけどね、アニメの方でもね、なんかいいですよね、微笑ましいですよね、このちっちゃい子同士の絡みといいますか。ビバラリバティという曲ですね、皆さんも、聞いてみてください。さあ続きまして11枚目、折り返しです。おじゃくらい、はい、ジャクライ先生ですね。1話でね、銀行強盗が立てこもっている現場にいたジャクライ先生です。もうその時点で積んでるんですけどね、もうあの後藤山さんは。11枚目ですね、あ、ジロちゃん、あ、これかぶりないやつだ、かぶりないやつだわ。ってことは、ってことはだ、逆に出ない人誰ってなるよね。あ、ディビジョンカード、大阪も結構率高いですね。ってなったらもうポッセのね、ディビジョンカードも出したいな。14枚目かな、よいしょ。あ、初名古屋空港ですね。空港がね、なんかね、めちゃくちゃいいやつなんだよな。いや、まあもともといいやつって別に悪いやつじゃないんだけど、なんかアニメ、まあまあまあこれからね、先ありますけど、名古屋の3人にはあの、なんとも言えない家族感好きですね。はい、次、あお、ひふみ、あ、ってことはあれですね、これソロカード、新宿、あ、渋谷もか、渋谷と新宿が揃った。あ、でれん、はい、ヌロデササラさん、ササラさん、ササラさんのね、ギャグがね、だいぶ冴え渡ってますよ、アニメで。ササラがギャグを披露するシーンが結構描かれてて、普段からね、ダジャレ言ったりとかしてますけど、こんなダジャレ言うキャラだっけみたいなね。いや、かわいいっていうか、あの、面白いですよね、逆に。逆にこれで大阪はこのソロカードとディビジョンカード全部揃ったわけだ。続いて、おお、ジューシー、アイモノジューシー、おお、イエー、ジューシーがちょっとライブしてるシーンなんかもね、これはね、必見ですよ。あと出てないのがソロカードで言ったら、イチローとヒトヤ、あとリオか。続いてはデン、あ、え、え、かぶりあんの、かぶりあるじゃん。あ、そうなの、え、残り2パック、あらあらあら、じゃあこれ出ないことあるわ、全然。青いイチロー、さまときの後のイチローさんですね。え、かぶりあ、ああ、なあ、最後は天国人、いや、え、なんでさまときだけかぶった。いや、よかったよ、最後の最後に俺の推しキャラ人やが来てくれてよかったですよ。まあ、ジャクライのね、同級生なんですけど、まあ今回はそれだけじゃなくてね、いろいろこの2期では彼の見せ場みたいなのもありますし、早速ね、出ましたね。俺には我慢ならないものが2つあるっつって言うんですけど、毎回その違う2つを言ってくもんだから、我慢ならないものをいっぱいある人間みたいになってさ、最終的に。どんどんこの物語が進むにつれて、アニメでもね、そのオリジナル我慢ならないものが、原作にはない我慢ならないものが、きっとこれから出てくるんじゃないかなと思いますね。あのね、この間調べたのよ、その、天国人やの我慢ならないもの一覧みたいな。すごいですよ。もうね、あ、30個以上あります。これからどんどん更新されていくの僕は楽しみにしてますんで、我慢ならないもの、我慢ならないもの人間ですね。はい、さあということで、アニメは2話までね、放送が終わったタイミングかな、今は多分。これからまたあのね、いろんなディビジョンのお当番会がね、こうどんどんね来ますんで、渋谷のね、ポッセのお当番会ももちろんあります。そこでもちろんね、彼らが活躍するわけでございますけども、新曲もね、ディビジョン曲出ますんで、そしてエンディングもね、と音楽番会のディビジョンごとに変わったりするんで、ここはちょっと見どころかなと思います。もちろんオープニングもね、すごく疾走感のある曲でございますので、まあ、なんせ、1分半ぐらいのワンコーラスに、18人、6ディビジョン、ギュギュッと詰め込んでるわけですから、それは疾走感すごいわけですよ。めちゃくちゃ早いです。ですけれども、聞き応えがめちゃくちゃある。ぜひね、曲の方でも、楽しんでいただいて、アニメ今後ね、よろしくお願いいたします。まあ、原作の方も引き続きね、見ていただければと思いますし、こういった感じでローソンさんで今のコラボやっておりますんで、
ぜひぜひね、皆さんもね、お近くで見かけたら買ってみてください。とまず、そうですね、渋谷ディビジョンのディビジョンカード、オトム、オトム渋谷ディビジョン、ディビジョンカード、はい、どれ出そうかな、今回どれ出そうかな、うん、どれこう、あ、サマトキ、2人からサマトキ一つ出しますはい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。やった、もう余裕だったぜ。